どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これの遅れ毛の巻き方ってあるじゃないですか。よく見ると思うんですけど、これの巻き方をちょっと紹介します。で、普通のコテとかで巻いてとかやっても多分こうやって出ない方って多いかなと思うんですけど、これどうやってやるのとか、例えば美容室行って多分こういう巻き方はやってもらえると思うんですけど、自分でもできた方がいいかなと思うので、それの簡単な方法を今日はやっていきますので、いつもちょっと悩んでた方というかやってみたい方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。エアースリークブラシアイロンを使っていきます。まず遅れ毛を下ろすんですけど、もみあげの部分と、あと前髪とこの生え際の部分ですねを下ろしていきます。で、もみあげの部分はだいたい幅1センチぐらいの部分を下ろします。で、根元が1センチっていうよりは毛先の方が1センチぐらいになると結構ベストかなと思うので、このぐらいの量で、こういうピンだったりとかでこう留めておくと結構バラバラになりづらいんで、結構まとまってる状態になるので遅れ毛が巻きやすくなります。で、顔周りの部分なんですけど、なんかどちらかといったらこう縦に取るっていうよりはもう横に、こういう風に横に取る方がバランスは取りやすいかなと思って、で、前髪がある方は前髪とこの生え際の部分をちょっと隠れるぐらい、まあ、全部隠すと結構重たくなっちゃうので、ちょっと隠れるぐらいで下ろしてあげて、だいたいまあ2センチ幅ぐらいで今回は取ってます。で、縦に取るっていうよりは横にこの生え際に沿って遅れ毛を取ると結構バランスは綺麗かなと思うので、だいたい2センチぐらいでピンで留めておきます。で、巻くときに、まあ、ピンを外してここでしっかりと櫛で溶かします。で、エアスリックアイロン、だいたい120度ぐらいでやっていこうかなと思うので、で、このボタンを押すとここが開くので、開いた状態で、まあ、中間ぐらいから挟んで、離した状態で毛先の方に滑らしてきて、ここで外跳ねに1回やります。そうすると結構しっかりと跳ねてますね。こういう風にしっかりと跳ねてます。で、次に毛先がここは跳ねてるので、次この辺をちょっと内巻きで巻きたいので、しっかりと伸ばした状態でちょっと上の方から挟んで、この辺りですね、この辺りで内巻きにしたいので、挟んでちょっと上から滑らしてくると綺麗に波ウェーブになってます。で、その次にサイドですね、顔周りの部分も取って、ここでも櫛でしっかりと溶かして、まず毛先から中間ぐらいから挟ん でそのまま滑らしてきて、外に半回転ぐらいですかね、巻きます。するとこのぐらいのカールが出てますね。で、そのちょっと上の部分、この辺の部分ですねを巻きたいので、その上からちょっと挟んで、ゆっくり毛先の方に滑らしてきて、カールをつけるとこういう風にウェーブになってます。で、巻き終わったらオイルで本当にちょこっとだけ出して、こう毛束をなぞるような感じでつけてあげる。で、ここであんまりベタベタにつけすぎてしまうと、カールがちょっと持ちにくくなったりもするので、本当に少量だけ軽くなじませるようにしてあげる。で、取れやすい方とかもいらっしゃるかなと思うので、その時はまあ軽くハードスプレー、まあ、Lネットのスプレーだったりとかをちょっと軽くこのカールをこうキープしながら軽くつけてあげる。まあ、それかなんかスプレーワックスみたいな、これなんかニゼルのスプレーワックスとか、こういうのを全体的につけて、まあ、オイルをつけないでやってあげるの、やってあげてもいいかなと思います。
こんな感じで仕上がりました。で、まあ、ポイントなんですけど、まあ、挟んで、こう、毛先の方はグリッてできるんですけど、この中間の部分っていうのが結構難しかったりもするんですけど、本当に、その挟んで、その、ここの部分があるじゃないですか。あの、毛先のちょっと上の部分、巻きたい部分を、ちょっとそのちょっと上からこう、緩やかにカーブをつけるような感じ。軽くカーブをつけて、で、あの、毛先にこう合わせるような感じで S 字カールをイメージしてやってあげると、また、簡単にできるかなと。うまいことこうなるかなと思うね。まぁ、ちょっと最初は練習必要なんですけど、これができたらコテでやるよりも全然簡単にできます。なので、あの、こういうふうにここの毛先のこの外羽ね、波ウェーブみたいなのを結構やりたい方は、この方法でやっていただいて。で、まぁ、僕下からこうやったんですけど、上の部分、その中間の部分からこう内巻きでこう外羽にやっても全然できる方法になるかなと思うので、まあ今回は毛先からやって、結構この毛先の羽が重要なんで、そこから先にちょっとやらせてもらったんですけど、慣れたらもうほんと上からこう波ウェーブでやってもらっても結構可愛く仕上がるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。